最後のスピーカーは中山信弘先生でいらっしゃいます。中山信弘先生は現在、明治大学研究知財戦略機構の特任教授でいらっしゃいまして、東京大学名誉教授弁護士でもいらっしゃいます。中山先生は知的財産法の分野では文字通り、日本の第一人者でおられまして、日本における多くの知的財産権の議論を確立するとともに、特許法、著作権法、不正競争防止法をはじめとする多くの法律改正に関与してこられました。現在も、内閣官房知的財産戦略本部本部員、文化庁の文化審議会著作権分科会委員、経済産業省産業構造審議会臨時委員、特許庁の工業所有権会審議委員などを通じ、日本の知的財産権の政策や立法において多大な貢献をされていらっしゃいます。ご著書としては、1996年マルチメディアと著作権、1998年ソフトウェアの法的保護、2000年に工業所有権法特許権、2007年に著作権法の基本書をお書きでいらっしゃいます。中山先生は折に触れて、情報とは一体社会においてどうあるべきなのか、社会の、における情報の法的規制が、最適化されるのはどのようなことなのかということを、法律家もしくはたくさんの人が常に問い続けるということが、使命であるということを、教えていただいておりますが、本日はデジタル時代の著作権とイノベーションというタイトルでご講演をいただきます。中山先生、よろしくお願いいたします。中山でございます。私の言いたいことはもう基本的には先ほどのレスリー教授お話になりましたので、今日は私は日本の著作権法を中心に少しお話を申し上げたいと思います。まず現在の日本の著作権法の基本的構造はどうなっているかといいますと、これは所有権と同じ物件的な構成が取られております。したがって、不動産、土地とか家ですね、不動産の場合と同じでありまして、侵害が生じればですね、権利乱用になるのはちょっと別ですけれども、そうでない限りは差し止め請求権が必ず認められると。そして故意または過失があった場合には損害賠償も認められるということになっているわけであります。したがって著作権侵害においては差し止めが基本であるということになります。そうすると著作権法とはですね、常識的に見れば差し止めるのはこれはおかしいというようなこと、そういう場合であってもですね、原則として差し止められてしまうという、そういう極めて強力な権利であるということが言えるわけであります。でこの点に関しましては、アメリカでは最近 eBay 判決というのがありまして、異なった結論を取っておりますけれども、アメリカと我が国ではですね、司法の体系が全く異なっておりますので、日本では今言いましたような物件的な絞りが強くて、権利乱用にならない限りは差し止められてしまうということになるわけであります。また今日の話とはちょっと違いますけれども、日本の著作権法は物件的な財産権とは別個に極めて強力な人格権を規定されております。で人格権というものは重要なものであって、これは否定すべきものではないわけです。しかし人格権はこれは差し止め請求権を伴う極めて強力な権利でありまして、しかも所有権とは違って譲渡することができない。著作権が譲渡されましても人格権は基本的には当初の著作者に残る。そして場合によってはあまり強い人格権は著作物の流通の大きな妨げになるということにもなっているわけであります。このような強力な人格権につきましてはいろいろ問題もあるわけでありますけれども、今日は人格権の問題ではなくて財産権の問題についてお話をしたいと思います。現在の著作権法は19世紀あるいは20世紀的な、いわば古典的な著作物、小説とか音楽とか絵画が中心ですけれども、そういった古典的な著作物とそれから古典的な流通形態、これを前提といたしまして制度設計が行われているわけであります。つまりある作家が小説を書き、ある出版社がそれを出版するという、こういうビジネスモデル、こういう場合にはかなりうまくいくというシステムでありますけれども、
しかしながら現実には現在の著作権法にはまあコンピュータープログラムであるとかあるいはデータベースというものまで守備範囲に含まれるようになってまいりまして、著作物の範囲があるいはその形態、これがですね19世紀あるいは20世紀的なものとは大きく様変わりをしているという状況にあるわけです。従来の著作権法の世界というのは、まあ、先ほどレスリン教授の話にもございましたけれども、一部の能力のある者が創作活動を行い大多数の大衆はそれを享受すると、つまり受け手に過ぎなかったわけであります。でしかし今日ではすべての者がネットを利用しまして自己表現ができるという時代になってきているわけであります。まあ、ここにネットに典型的に見られるような新しい流通形態が出現したわけであります。これによって万人が情報の創作者となり発信者となりそして受け手になるという、まあ、こういう状況が出現してきたわけであります。このことは必然的に著作物の創作流通両面にわたってそれは画期的な変化をもたらすということになったわけであります。でこういう時代にもかかわらずに現行の著作権法はデジタル時代には対応しているとは到底言えないだろうと思われます。このように流通形態が激変しているのに著作権の移転には基本的には先ほど言いましたように不動産の移転と同じ形態を取っておりまして、これは情報の流通にはふさわしいものではないということが言えるわけです。ネット時代における著作物の流通は不動産のように個人と個人の相対による取引というものとはかなり異なってきているわけであります。大量の著作物が流通しておりますけれども、中には映像の著作物のように一つの著作物の上に多数の人の権利が併存しているという場合もあります。また著作権者が誰だか分からなくなっているという、そういう著作物も多数あるわけであります。また一つ一つの取引は非常に小さい、そういう取引が多いわけでありまして、不動産のように個別の契約をしていたのでは交渉コストがあまりにも大きすぎるという場合も多いわけであります。また不動産の場合と比較いたしますと取引にスピードが要求されるという場合も多く、個別に契約をしていたのでは間に合わないという状況も出てきているわけであります。でこういう状況を放置しておくと、それでは一体どういうことになるのかと言いますと、一方では真面目に著作権を考えている人にとりましては、これは権利の、権利取引の萎縮ということを招くわけでありまして、流通の阻害要因になるわけであります。他方で権利処理が面倒な者にとっては、無断使用すると、無断利用をするということになるわけでありまして、いずれにしても好ましい状態と言えるわけではないように思えるわけです。このような状況の根本的な理由はですね、先に述べましたように著作権法がすべからくあらゆる場合にその物件的な構成を取っているという点にあるのではないかと考えております。ただ現在の段階におきましては著作物には実にさまざまなものが含まれているわけであります。先ほど言いました作家が小説を書き昔ながらの出版という形態を取って流通をするという、これも少なくないわけであります。まあ、一概には言えないことでありますけれども、少なくともネットの世界においては、こういった従来の物件的構成というものは、もはやふさわしくないように私には思えるわけであります。すべての著作権に独占権、つまり差し止め請求権を認める必要があるのかと、いう根本的な問題について検討をし直す必要があるだろうと思うわけであります。これについては、特許権についても同じような議論があるわけであります。そして今の世界、情報を独占させるよりは、あるいは情報を共通することによって文化が発展をするという発想があってもいいように思えるわけであります。先ほどレッスン教授のお話と全く同じであります。著作権法というものは自己が創作した著作物の独占的な利益、それを保障いたしまして、それにより創作意欲を増加させ、その結果より多くの著作物が世に出るという、こういうことを基本的なシステムにしているわけであります。このシステムは
人は利益によって動くという前提で作られているわけです。つまり経済的合理性のある人間というものを前提として出来上がっているシステムであるということが言えるわけです。しかしながら人の行動というものは必ずしも利益だけによって動くというものではないわけであります。特に著作物の場合には利益と関係なく創作を行うという場合が多いわけです。例えば私のような法学者の場合はですね、著作権から得られる対価というものを期待して本や論文を書いているわけではないわけであります。多くの人は自己主張をしたい、あるいは書いたものを他人に読んでもらいたい、そういうために創作をしているわけでありまして、必ずしも利益を得るために創作をしているわけではないわけであります。そういう人にとりましては現在の著作権法というのはかえって邪魔になるという存在である場合も多いわけであります。これは著作権だけではなくて知的財産というシステムだけがですね、創作意欲の源泉ではないということを意味しているだろうと思うわけであります。もちろんその著作権、著作物というのは今や非常に大きなビジネスになっておりまして、利益によって動く場合というのもこれも少なくないわけでありますけれども、利益だけが人を創作に向ける原動力ではないという点には認識しておく必要があるだろうと思います。この知的財産の、その利益誘導型の知的財産の世界とですね、コモンズと言われているものの世界、この2つの関係がどう動いていくのか、今後の大きな課題であると私は考えております。で、著作物といえば映画とか絵画、小説、そういうものを連想するわけでありますけれども、デジタル技術の発展によりましてかなり様相が変わってきております。現在ではデジタルコンテンツと呼ばれているものの多くは著作物で占められておりまして、著作権法がもはや産業とは切っても切れない縁にあるということは事実であります。で、コンテンツ産業は将来の日本にとりましても極めて重要な産業でありまして、政府といたしましてもこの点に力を入れているわけであります。そしてこのコンテンツは著作権法と大きく関係を持っておりまして、コンテンツ産業は現在では著作権法を抜きに語ることはできないという状況になっております。で、これらの産業にとりましては著作権というものは利益を生む源泉でありまして、非常に重要な存在となっているわけであります。他方ですね、多くの学術文献、あるいは設計図、そういったものも現在では著作物となっているわけでありまして、最近では先ほど言いましたように、コンピュータープログラムからデータベースに至るまで、著作権が発生をしているわけであります。で、この種の著作物というものは小説や音楽とは異なりまして、果たしてこのようなものにですね、不動産、土地や建物ですね、土地や建物と同じような権利を認める意味は一体どこにあるのかという点が問題になってくるだろうと思っております。このような学術文献に著作権という強力な権利を認めることが科学技術の発展にとって果たして役に立っているのかという点、これは先ほどレッスン教授のご指摘と同じですけれども、こういう点の検討が必要になってくるだろうと思います。従来のように学術文献にですね、小説と同じような、学術文献の中にもですね、小説と同じような出版社から出版をし、小説と同じような流通形態を取っているというものもあるわけであります。しかし現在は理科系の文献を中心といたしまして、だんだんとネットで公表するものが増えているわけであります。で、また私は法学者ですけれども、私のような法学者にとりましてはですね、いまだ本による出版というものが中心を占めているわけでありますけれども、しかし法学の世界でも修士論文とか、あるいはドクター論文になってまいりますと、もはやネットで流すというものがだんだんと増えてきているわけでありまして、今後ですね、出版業がどのように変わるかという点は、私には正確には読めない点がありますけれども、ネットの重要性がますます増してくると。いうことだけは間違いないだろうと思うわけであります。で、科学の発展にとりまして現行著作権法が果たしてふさわしいものかという点はもう一度これは検討をしてみる必要があるわけであります。そこで次にですね、フェアユースの問題に移りたいと思います。で、現在フェアユースについては日本の審議会で議論されているわけでありますけれども、
現在の日本の著作権法は制限規定について限定列挙主義を取っている。つまりこれとこれではやっていいということだけをやっていいと。でここに書いてないことはやってはいけない、著作権侵害になるということになるわけです。例えば著作権法31条では図書館では一定の条件のもとに複製できますよということが書いてあります。したがって我々が図書館に行って複製をお願いすることができるわけです。そして海外からはですね、要求があればそれを郵便で送ることはできるわけです。著作権法には郵送権という権利がないから、図書館が海外に郵便で送るのはこれはセーフ。しかし海外からの要請によってですね、ファックスで送ったり、あるいはメールで送ったりすると、これは日本の現行法では著作権侵害になります。これは公衆送信権という権利侵害になってしまうわけであります。まあ、これなどはですね、現在日本の著作権法の矛盾を表しているだろうと思うわけであります。つまり31条に列挙されていない、けれども、つまり侵害になる、31条に列挙されてなければ侵害になってしまうということになるわけであります。で、まあ、この中聴衆の皆様方のですね、多くは特許権侵害は多分やったことないだろうと思うんですけれども、ほとんど全ての人はもう著作権侵害行為をやっているはずであります。やっているけれども、まあ、本当やっていると10年以下の懲役になるんですけれどもやっているけれども、まあ、ほとんど問題にされないということで済んでいるわけであります。例えば我々学者がですね、研究のために文献をコピーする、これは文化庁の公権的解釈によりますと、これは違法行為でありまして、先ほど言いましたように本来は10年以下の懲役になるということになっているわけであります。でもちろんその著作権を手をこまねいて待っているわけではなくて、時代に合わせるべく毎年のようにですね、法改正を行っております。例えば、記録媒体内蔵型の機器、これをですね、壊れちゃったんで直そうと思う、そうすると含まれている情報を一度自分のところにコピーをして機械を直して、もう一回機械に入れ直す、でこれはですね、従来は違法行為と考えられていました。しかし誰が考えてもこんな違法行為っていうのはおかしいと思うんで、最近やっと法改正があって違法行為ではなくなったわけであります。でこれは同じようなことはですね、検索エンジンにもあるわけでして、これは今年の国会で検索エンジンビジネスが合法とされましたけれども、今年まではですね、検索エンジンビジネスを日本でやると懲役10年以下の罰則を受ける可能性が強かったわけであります。で今言いましたその保守、機械を直す場合の複製だとかですね、検索エンジンはこれ立法化されましたけれども、しかしながら今の時代、特にデジタル技術が発達しているこの時代にですね、一体次に何が出てくるのか全く見当もつかないわけであります。で新しいそういうものが出てきた場合、新しい技術が出てきてそれを行った場合、行おうと思った場合にはですね、文化庁に陳情してですね、審議会にかけてもらって、で法改正をしてやっと合法になるというのが日本の状態なわけです。その間に何年もかかってしまうということになるわけであります。で形式的に見ましてもですね、形式的には違法だけれども実際はこれは違法とするのはおかしいということの多くはですね、まあ、裁判例によってですね、合法とされております。まあ、いろんな法的テクニックを用いると、現実には複製が行われていても、これは物理的には複製が行われていても、これは法的には複製ではないとかいう、非常にこう法律家的な概念を用いる、ちょっと理科系の方にはですね、馴染みにくいかもしれませんけど、複製であっても法律上は複製ではないという、そういうテクニックを用いて知ったりして合法化しているわけでありますけれども、しかしながら今言いましたような新しいネットビジネスの場合はですね、なかなかそういうテクニックを用いても合法化することができないということになるわけであります。かといって先ほど言いましたように、いちいち立法化していたのではですね、間に合わないというものも多いわけであります。で仮にこのフェアユースの規定が導入されますと、科学の分野におきましてもですね、おそらく非常に有益な規定になるのではないかと思うわけであります。で今までは科学者というものはですね、著作権法の意識があまりなかったんで、無意識のうちに違法行為を行っておりましたけれども、だんだん著作権法が普及して、著作権意識が普及してまいりますと、これはおかしいんじゃないかということがもうたくさん出てきているわけであります。したがってですね、私は早急にこのフェアユースの規定というものを立法化すべきであると、
考えておりますけれども、なかなか現在の状態においては審議会で議論されてはおりますけれども、いろんな反対勢力もありまして、果たしてこの次の通常国会に出せるかどうかわからないという状況にあるわけでありますけれども、まあ、私としてはできる限り頑張っていきたいと思っております。ちょっと時間をオーバーいたしまして申し訳ございません。以上でございます。